東大寺社名仏像、東大寺社名仏像は、奈良県奈良市の東大寺大仏殿の本尊である仏像。一般に、東大寺大仏、奈良大仏として知られる。聖武天皇の発願で、天平十七年に制作が開始され、天平商法四年に海岸供養会が行われた。その後、中世、近世に章損したため大部分が補作されており、 当初に制作された部分で現在まで残るのはごく一部で、ある。銅像ルシャナ仏座像として国宝に指定されている。東大寺ルシャナ仏像、大仏演技中間より、杉山演技に描かれた、自称の陛下以前の大仏の画像東大寺大仏は、聖武天皇により、天平15年に造像,像が発願された。実際の造像,像は、天平17年から準備が開始され、 天平商法4年に海岸区妖怪が実施された。延べ260万人が工事に関わったとされ、関西大学の宮本勝博教授らが、平安時代の東大寺洋録をもとに行った試算によると、創建当時の大仏と大仏殿の建造費は、現在の価格にすると、約4657億円と算出された。大仏は当初、ならではなく、 死柄木宮の近くの甲賀寺に作られる計画であった。しかし、死柄木宮の周辺で山火事が相次ぐなど不穏な出来事があったために増流計画は中止され、都が平常経営戻るとともに、現在、東大寺大仏殿がある位置での増流が開始された。制作に携わった技術者のうち、大仏師として国中連邦マロ、石として高市大国。 高市誠マロラの名が伝わっている。天平商法4年の海岸供養会には、聖武大上天皇、光明皇太后、皇権天皇をはじめとする要人が列席し、参列者は1万、数千人に及んだという。海岸同士は、インド出身の僧、母大仙らが担当した。大仏と大仏殿は、その後、自称4年と、永六十年の2回消失して、その都度、 時の権力者の支援を得て再興されている。現存の大仏は、像の高さ約14.7メートル、基盤の周囲70メートルで、頭部は、江戸時代、体部は大部分が、鎌倉時代の補修であるが、台座、右の脇腹、両腕から垂れ下がる袖、大腿部などに一部混流当時の天平時代の部分も残っている。台座の連弁に宣告された、 ケゴン行の世界観を表す画像も、天平時代の造形遺品として貴重である。大仏は、昭和三十三年二月八日、同像ルシャナフツ座像一区として国宝に指定されている。現存の大仏殿は、正面の幅五十七点五メートル、奥行き五十点五メートル、胸までの高さ四十九点一メートルである。高さと、奥行きは創建当時とほぼ同じだが、 幅は創建当時の約3分の2になっている。大仏殿はしばしば世界最大の木造建築と紹介されるが、20世紀以降の近代建築物の中には大仏殿を上回る規模のものがある。よって、世界最大の木造軸組建築という表現の方が正確であろう。聖史俗日本記東大寺の記録である東大寺洋録が引用する。 大仏殿碑文、遠略総録によれば、大仏造流の経緯は概ね次の通りである。なお、海岸区養会の時点で、大仏本体の鋳造は、基本的には完了していたが、細部の仕上げ、時金、後輩の製作などは、未完了であった。大仏は、姿の上では、釈迦如来など、他の如来像と区別がつかないが、華厳行に説かれるルシャマ仏という名の仏である。 華ゴ行業は、西暦400年前後に、中央アジアで成立し、中国経由で、日本へもたらされた、仏教経典で、60巻本、80巻本、40巻本の3種類の、漢訳本があるが、うち良時代に、日本へもたらされたのは60巻本と80巻本で、ある。前者は5世紀、東神の仏黙罰らわけで、旧約60ケゴといい、 後者は七世紀末、東のミサ、何大役で、新役、八十華言という。ルシャナ仏はこの華言行に解く、レンゲ像世界の中心的存在であり、世界の存在そのものを象徴する、絶対的な仏である。六十華言では、ルシャナ仏、八十華言では、ビルシャナ仏と表記されるが、これらの言語は、サンスクリットのバイラチャナ・バイローチャナであり、 密教における、大日如来と語源を等しくする。俗日本記によれば、聖武天皇は、天平十二年二月、河内国大県軍の知識寺で、ルシャナ仏像を廃止、これが大仏像流のきっかけとなったという。知識寺の後は、柏原市太平寺に残り、七世紀後半の河原が出土している。なお、ここでいう、知識とは、信仰を同じくする。 人々の集団である、同志、同心といった意味である。同じ天平十二年の十月、聖武の四十画に際し、白木で、下言教学を学んだ新師が、今主寺にて、下言行を抗議している。ルシャナ大仏像流の背景には、こうした、下言行に基づく信仰があった。聖武天皇は、天平十五年十月十五日、大見国志がらきにて、 大仏道流の御事のりを発した。御事のりの全文は、俗日本記にあり、以下の通りである。陳薄き徳をもってうやうや宿題を受けたまわりく。心差し剣済みに損して勤めて、人物をブす。そっとの浜、すでに神女に潤うといえども、しかも、普天のもと、未だ法音に、広しからず。誠に御穂の異例に頼り、謙魂症大化に、 モズの副業を治めて、同職未なくええんことを発す。えつに、天平十五年年は厳に過ぎる十月十五日をもって、菩薩の対岸を発して、ルシャナフツ近道像一区を作り立てまつる。国道を尽くして、像を養し、用し大仙を削り手持って、道を構え、広く、崩壊に及ぼして賃が知識と、なし。 ついには同じ栗益をこうむ村しめともに菩提をいたさしめん。それ天下の富をはべものはちんなり。天下の勢いをはべもももちんなり。この富税をもって、これの尊蔵を作る。ことやなりやすく、心や至りがたし。ただしおそらくは、都に人を老することありて、よく性を感じることなく、あるいは非宝を生じて、罪子に出せんことを。 世のゆえに知識に預かる者は、年頃に姿勢を発して、書く、スケ服を招き、よろしく日ごとに、ルシャナ仏を参拝すべし。自らまさに年を損し書くルシャナ仏を作るべし。今年さらに人の一種の草、一羽の土をもって、像を助け作らんことを常に願う者あらば、欲しいままにこれを調整。国軍等の司、このことによりて、百姓を。 心情して今日に修練せしむることばく。火事に布告して、賃害を知らしめよ。私は、天皇の位につき、人民を慈しんできたが、普通の恩徳は未だ天下にあまねく行き渡ってはいない。御歩の力により、天下が安泰になり、動物、植物など命あるものすべてが栄えることを望む。ここに、天平十五年十月十五日、菩薩の誓願を立て、 ルシャナ仏の近道像一体を作ろうと思う。国中の道を尽くして、仏を作り、大山を削って、仏道を建て、広く、天下に知らしめて、私の知識とし、同じく仏の恩徳をこうむり、共に、悟りの境地に達したい。天下の富や県政を持つ者は私である。その力を持ってこの像を作ることはたやいが、それでは、私の願いを叶えることができない。 私が恐れているのは、人々を無理やりに働かせて、彼らが聖なる心を理解できず、誹謗中傷を行い、罪に落ちることだ。だから、この事業に加わろうとする者は、精神精鋭、毎日ルシャナ仏に散拝し、自らが、ルシャナ仏を作るのだという気持ちになってほしい。たとえ一本の草、一握りの土でも協力したいという者がいれば、無条件でそれを許せ。 役人はこのことのために、人民から無理やり取り立てたりしてはならない。私の意を広く知らしめよ。聖武は、大仏造流のためには、国銅を尽くして、像を、用し大船を削りて持って、銅を構え、つまり、国中の銅を溶かして、大仏を作り、山を削って、大仏殿を作ると言っている。実際に、大仏の原型政策と鋳造のためには大量の、 土を必要とし、東大寺大仏殿は、実際に、山の尾根を削って造成されたものであることが、庭園研究家の森治による、東大寺境内の地形調査で判明している。大仏造流の御事のりの2年前の天平を13年、聖武天皇は御事のりして、国ごとに国分寺と、国部天寺を作ることを命じた。そして、東大寺は、 大和国の国分寺であるとともに、日本の総国分寺と位置づけられた。この国分寺造流の思想的背景には、五国経典である、金三脇最小王行の信仰があった。同教によれば、この教を信じる国王の下には、仏教の五方前身である四天皇が現れ、国を守るという。聖武は、日本の隅々にまで国分寺を建て、社家像を安置し、 金三脇最小王行を安置することによって国家の安定を図ろうとする意図があったものと思われる。聖武天皇が位についていた8世紀前半、すなわち天平時代の日本は決して安定した状況にはなかった。天平九年には当時の政治の中枢にいた藤原ムチマロ、房崎、馬海、マロの四兄弟が天然島の大流行により、 相次いで死去した。その他にも、天平時代は、例年干抜、飢饉が続き、天平6年には、大地震で、大きな被害があり、国分寺建立の見事乗りの出る、前年の天平12年には、九州で、藤原広次の乱が発生するなど、社会不安にさらされた時代であった。正夢による国分寺の建立、東大時代物の増流には、こうした。 社会不安を取り除き、国を安定させたいという願いが、背景にあったものと推測されている。東大寺王六に引く大仏殿秘文によれば、天平17年8月23日、平城東山の山金里で、大仏造流が開始されている。初期によれば、天平18年10月6日、聖武天皇は、今主寺に行行行し、 ルシャナ仏の念頭供養を行っているが、これは大仏鋳造のための原型が完成したことを意味すると解されている。碑文によれば、鋳造は天平19年9月29日に開始され、天平商法元年10月24日に終了した。恋は3か年8けど、つまり3年にわたり、8回に分けて鋳造が行われたと言っているが、 人年数は二年環境である。八けどは、巨像を、下から上へ、八段に分けて、順次鋳造したという意味に、解釈されている。その造造手法は次のように推定されている。まず、木材の支柱を縦横に組み、これに細い枝や浅縄などを巻き付け、素像の芯材の容量で大仏の原型の芯を作る。大仏の、おおよその形ができたら、 これに土をかぶせる。かぶせる土は、き目の粗いものから塗り始め、だんだん外側へ行くに従って、粒子の細かい土を塗っていく。こうして、近藤像と同じ大きさの土製の像ができる。これを原型、または、中型という。中型の土が十分乾燥してから、今度は中型を、外側から覆うような形で、外形を、やはり粘土で作る。 巨像のため、外形は、下から上へ、八段に分けて作られた。中型と外形が接着しないように、薄離剤として、薄い紙を挟む、あるいは雲を巻くなど、何らかの方法が取られたはずである。外形を適当な幅で割り、中型から外す。外形の内面を火で焼き、型崩れしないようにする。中型の表面を削る。この作業で削った厚みが、 完成像の銅の厚みとなる。一度外した外形を再び組み合わせる。外形と中型がずれないようにするため型餅を入れる。焦燥印文書によれば、型餅は4寸四方、厚さ1寸の金属片を3350枚作ったという。炉を持ち込み、高温で銅を溶かし、外形と中型の隙間に溶けた銅を、石の溝から流し込む。以下、 旬という、中造後の表面の仕上げ、打発の取り付け、造表面の塗金、後輩の製作など、他にも多くの工程があり、これだけの巨像を増流するには、想像を絶する困難があったものと思われる。作業中の事故や、塗金の溶剤として用いられた水銀の中毒により、多くの人命が失われたとも言われる。 銅に含まれていたヒ素とトキンに使用された水銀による推定数百人の中毒患者のため、これを専門とする救護員が設けられていた。また、巨大な大仏製造のための銅による、鋳造過程での環境破壊の問題についても指摘されている。こうして、天平商法4年4月9日には、大仏海岸供養会が挙行された、武大上天皇、 公明皇,皇太后、皇権天皇をはじめとする要人が列席し、参列者は一万、数千人に及んだという。海岸会当日の様子は次のようなものであった。大仏殿前の庭には、五色の旗と宝珠が飾られ、中央には、舞台が、東西には、下言行の講師と読師のための講座が設置された。大仏殿内は、造花と、縫い旗で称言されている。玉座には、 聖武大上天皇、光明皇太后、皇権天皇が座す。皇建天皇は、中国風の弁官をかぶり、和神寺用の白の切れ衣という、和中混在した礼服。聖武の礼服も、白色と伝わり、和神寺用礼服だと推定されていて、陶礼を受容して、中国の皇帝的なあり方を目指す、過渡的な姿だとされる。 後見天皇の弁官の残血と感化、箱は、正倉院に伝わる。難問からは、上位の僧1二十六人が入場。本日の海岸の同志を務めるのは、インド像の母大僧正ケゴン行を講ずる講師は、大安寺の龍尊立師ケゴン行を読み上げる読師は、元号寺の延べ複坊師である。大仏の瞳を描き入れる儀式は、聖無大上天皇が、 体調不良のため、母大僧上が担当した。母大僧上が海岸に使用した筆には、長大な糸が取り付けられており、列席の人々はこの糸に触れて大仏に欠縁した。この後、歌、三下、そよぎ音、釈上という鹿法要が行われ、続いて、華厳行の降雪がある。続いて、周僧、シャミ9799人が、難問から入場し、 悪に着座した。台安寺、薬師寺、元号寺、幸福寺の四大寺の創下数々の沈鳳を大仏に、剣ずる。さらに日本、中国、朝鮮の学人、武人らによる学部が披露される。当日披露されたのは、大歌目、大井五枚、久米舞、盾、福舞、女官役家、とべ子、からこ学、通猿学、離乳学、高麗学、刀中楽、 当初、舞、高来助落であり、これらが、夕方まで行われた。このうちの林遊学が、仮面劇の儀学にあたると見られる。海岸法要で使用された、儀学面は東大寺及び焦僧院に現存している。焦僧院文書のうちには、ろうそく文書と称する巻物があり、内容不明とされていたが、これが、大仏海岸会に列席した万層の巧妙である。 ことが判明し、一万数千人は、誇張ではなかったことが分かった。海岸の際に使用した筆や墨、筆に結びつけられた紐である海岸糸、当日大仏に奉納された儀学に使用された、面などは、焦燥院宝物として現存している。天平宝物室と呼ばれる仮半畜製の筆は、長さ56.6センチ。 天平法も鼓と呼ばれる墨は、長さ52.5センチ。花台とは、長さ190メートルに及ぶ。初器は、当日の様子を、仏法東返して、より最への儀、未だかつてこののごとき、盛んなるはあらずと述べている。後輩と支えなお、海岸供養の時点で、大仏の仕上げはまだ完了していなかった。東大寺王録に引く、延暦総録によると、 以下作業は、天平商法2年正月に始まり、海岸供養より、後の天平商法7年正月までかかっている。以下とは、鋳造後、用道がうまく回らなかったり、空洞ができたりした箇所にサイド道を流し込んだり、銅板で補強したり、はみ出した部分を削ったり、八段に分けて鋳造した、継ぎ目を接合したりといった一連の仕上げ作業のことで、ある。こうして、 仕上げが終わり、表面をヤスリで平滑にしたところで、初めて都金の作業に入る。大仏伝秘文によると都金開始は、海岸会直前の天平商法4年3月14日、完了は、詳細印文書に、天平法事元年と記載されていることから、海岸会の時点では都金は、未完成である。後輩はさらに後の天平法事7年に着手し、 放棄2年に完成した。このように、大仏の仕上げが未完成の状態で、海岸会を挙行した理由については、聖武天皇が病気のため、実施を急いだという説もあったが、天平商法4年が、日本初期などの主張する、仏教伝来の年から200年目の節目の年にあたり、この年の仏坦の日に合わせて、海岸会を実施したとする説が有力となっている。 海岸会は、実際には1日順延されて、旧暦4月9日に実施されているが、順延の理由は定かでなく、天候のためかとも言われている。大仏の台座には、奈良時代当初の部分が、比較的多く残っている。台座は、大小各14枚の連弁からなり、表面には、釈迦如来像を中心に、連下像世界を表した図用が宣告され、 奈良時代仏画の遺品としても貴重である。蓮弁の図像については、華厳行に基づくとする説、盆毛行に基づくとする説、華厳行、盆毛行の両方の要素を取り入れているとする説がある。平安時代後期に東大寺を訪れた大江近道は、奈良大寺巡礼式の中で、大仏の大座は天平商法4年から同8年に、 かけて作られたものだと書き残している。これが正しいとすれば、大仏は、像本体が初めにでき、台座は、後から鋳造されたことになる。最初に、これを取り上げたのは、足立康氏で、彼は、昭和9年、台座語遺説を主張した。以後、技法面から考えて台座が先に鋳造されたはずだと、する説と、台座語遺説が対立しており、 大座内部の本格的な調査が行われていないこともあって結論は出ていない。連弁宣告画諸菩殺連弁宣告画、釈迦像大仏の座す連下座は青紅蓮とその下の半花からなり、共に二十八弁の花びらを表す。青紅蓮にはそれぞれに高根で彫った宣告画がある。二度の陛下にもかかわらず、大座連弁の宣告画にはかなり当初の部分が残り、 奈良時代の絵画資料として貴重である。なお、現在、銅の連ゲ座のもとに、石像の円形の台座があるが、創建当時の大仏の台座は、銅の連ゲ座のもとに、さらに石像の連ゲ座があった。四季山縁義絵巻には自称四年の陛下で焼ける、以前の大仏の姿が描写されているが、そこにも、銅と一子の二重の蓮ゲ座が描写されている。連弁の宣告側、 いずれの連弁にも同じ図柄が表されているが、細部の寸法を計測すると完全に同じではなく、一枚一枚、異なっている。これは同一の原図をもとに、フリーハンドで作図したことによると考えられている。連弁の上部には、釈迦如来と諸菩薩が描かれ、下部には七枚の連弁を持つ巨大な連綿がある。これらの中間の部分は十六本の水平線を、 引いて25段の層に分かれている。これらは、全体として、華厳行の徳、蓮華像世界のありを表したものである。華厳行の世界観によれば、香水界という清い真水の大海の上に一輪の巨大な蓮華がある。その上は大地になっており、そこには、また無数の香水界があって、そのそれぞれに一輪ずつの大蓮華がある。 その上には無数の世界が積み重なり、それぞれの世界に無数の仏国土があるという。前述の通り、創建当時の大仏の台座は、銅の蓮華座のもとに、さらに石像の蓮華座があり、蓮華を重ねることによって、蓮華像世界を表していた。なお、蓮弁ンンの画像については、華厳行の徳、蓮華像世界ではなく、盆毛行の徳。 蓮華大蔵世界に基づくものだという説が、小野玄妙によって1915年に提出された。盆謀行の徳、蓮華大蔵世界とは、ルシャナ仏の座す千弁の連弁のそれぞれに一つの世界があり、そこには、ルシャナ仏の化身である釈迦如来がいて、一つ一つの世界には百億の趣味山と百億の縁部台があるというものである。レ弁の画像が、 華厳行と盆毛行のいずれによるものかについては、その後論争があったが、現在では、華厳行、盆毛行、大地ドロンなどの説を合わせて用いたものと考えられている。各連弁の宣告画の図様を詳しく見ると、以下の通りである。上段は中央に説法省の釈迦の座像を一際大きく表し、その左右には、各11体ずつ。 計22体の菩薩像を表す。これらの周囲には、雲上の化物が飛翔している。中段は26本の水平線を引いて25段の層に分けられている。このうち、上から1段目から3段目までには何も描かれて、いないが、4段目から下には、菩薩の頭部、老角などが描かれる。11段目までは水平線が、連便の幅いっぱいに引かれているが、 12段目から、下では左右の幅が次第に狭まっていく。19段目から25段目までの、計7段分は、縦方向に6つの切り込みが入って、7つの部分に分かれている。これは、その直下にある7弁のレンゲに対応している。この25段に、上段の釈迦と諸菩薩のいる区画を加えて26段となるが、これは、 仏教の世界観で、趣味山の上にある二十六の世界を象徴している。下段の七つの連弁にはそのそれぞれに、趣味山世界を描く。具体的には、趣味山を中心に、その周囲にあるとされる七金山や四オースが表されている。その四オースのうち、我々が住むとされる南の円舞台は手前に大きく描かれている。連弁の宣告側、 全体として、仏教の解く、三階を表している。三階については、クシャロンという経典に説かれているが、松本信之は、大仏連弁宣告側、クシャロンではなく、大地ドロンに居したものだと解釈した。大地ドロンによれば四階は六天、四季階は、八前、二前、三前、四前の四つに分かれて、計十八点。 無色界は四書に分かれるとされ、以上を合計すると二十八になるが、四回の六点の内彩下部の二点は、趣味三条にあるとされており、これを除いた残りの二十六の世界が、連弁戦国画の二十六段に対応すると解釈されている。クシャロンでは式界を一つ、少ない十七点とするため、段数が合わなくなるという。前述の通り、戦国画の中段では、 上から19段目から25段目までの計7段分の幅が狭くなっているが、この7段は6翼点の内上の方にある4点と、敷開発電の3点に相当する。4階は、趣味山と同じ広さ、敷開発電は、趣味山と4、オースを合わせた、広さとされる。敷開2前は、その1000倍の広さ、3000は、そのまた1000倍、4前は、 そのまた千倍で、これらを合わせて三千位大世界という。千国画の中段で、下の方の段ほど幅が狭く表されているのは、こうした世界観に基づく。千国画のうち、釈迦と諸菩薩のいる上段と、その直下の何も描かれていない三段とが、無色界に相当する。天平昇法四年に、大仏の鋳造が終了し、天竺出身の僧。 母大仙舎を同志として、大仏海岸会が盛大に挙行された。そして、大仏鋳造が終わってから大仏殿の建設工事が始められ、竣工したのは天平法事2年のことである。だが、このような大規模な建設工事は国費を浪費させ、日本の財政事情を悪化させるという、聖武天皇の思惑とは、ほど遠い事実を突きつけた。実際に、 貴族や寺院が富栄える一方、農民層の負担が激増し、平城境内では不老者や合死者が後を絶たず、祖様町の税制が崩壊寸前になる地方も出るなど、律令政治の大きな矛盾点を浮き彫りにした。天平商法8年5月2日、聖武大乗天皇が没する。その翌年の7月に起こったのが、立花奈良麻呂の乱である。 旧暦7月4日に逮捕された立花奈良マロは、藤原長手の長手に対して、東大寺などを造営し人民が進化している。政治が武道だから、反乱を企てたと謀反を白状した。ここで、長手は、そもそも、東大寺の混流が始まったのは、そなたの父の時代である。その口でとやかく言われる筋合いはないし、それ以前にそなたとは、 何の因果もないはずだと反論したため、奈良麻ロは、返答に詰まったという。立花奈良麻ロの乱は計画性に乏しく、軽率といえば軽率ではあった。しかしながら、反乱の口実に、東大寺根流が利用され、反乱に加担した者たちもその名目を、了解していたという事実そのものが、東大寺造営の実情すなわち、天皇の理想を実現させるためだけに、 実際の労働状況や財政事情等の問題点を度外視した無謀なプロジェクトであったことをも白日のもとにさらしたのである。これに対して、飯沼賢治は、そもそも東大寺での大仏建立は、聖武天皇の意思であったのかということに疑問を呈する説を出している。飯沼説は、聖武天皇による大仏建立計画は、甲賀寺での建立中止時に挫折し、 東大寺における大仏建立は、孔明皇后を及び、彼女を支えた、藤原麻丸が深く関与していたとするのが趣旨である。皇后の父で、奈良時代初期の政治を主導した、藤原夫人の仏教政策は、初位、国家仏教の確立であり、行基教団の弾圧もその政策の一環であった。娘である、光明皇后もその意思を継承して、国分寺の建立など、 漢字の建設計画に関与していった。ところが、夫の聖武天皇が、行基や知識集団に接近して、民間の協力を得て、大仏建立を決意したことはその政策の否定につながるものであり、許容できないものであった。このため、聖武天皇と光明皇后の仏教官の対立は、政治的対立も絡んで、大仏計画に深く影を落とし、 その結果皇后が勝利して、大仏建立計画は白紙化されて、彼女の建立した副寿寺をルーツの一つとし、国家仏教の中核になるはずであるならの東大寺にて、国家事業として大仏を建立するという天皇の計画とは全く異なる計画が開始されたとする。また、政治的には天皇に近かった元望や行進が左遷され、 政権の中枢も立花処刑から、皇后の後ろ盾を受けた、藤原麻丸主導に移ることになったとする。なお、飯沼は、死柄木軍放棄の原因になったとする、宮周辺での謎の不信化は、皇后側によるもので、天平商法元年に起きた宇佐八幡宮の託戦の、入教も、天皇側の大仏混流の主導権を取り戻すために、仕掛けた、反撃の一環と解する。 さらに、光明皇后の法御後に、藤原麻丸が急速に没落した背景の一つに、父である、聖武天皇の仏教観に共感しながらも母の光明皇后に抑圧されていた、皇見天皇が、母の保護にその意向を公然と表明して、政治的にも巻き返しを図ったことが原因で、宇佐八万宮が、聖武後見派であったことが、 後のうさ八万宮るい信託事件にもつながっていくと説く。東大寺大仏伝大仏には、完成後数十年にして、亀裂や傾きが生じ、最高二年の地震で被災し、首が落下した。新予法新王が、東大寺大仏試験業に任じられ、像東大寺所に属していたインベブンさんらの、活躍によりほどなく修理され、上岸三年朝廷が大法へを開催して、 大仏の修理落成供養を行っている。その後大仏及び大仏殿は、平安時代末期と、戦国時代に、陛下で小尊、消失している。一回目は自称四年の東大寺と幸福寺の、総兵集団と、平重平との戦いの陛下の演唱によるものであった。この時、南都の町は炎に包まれ、幸福寺が全焼、東大寺も仮覧の主要部を消失した。 平乱後、長元が大肝人職として、最高に奔走した。肝人とは、仏と縁を結ぶように進めることで、転じて、寺院の最高などのために寄付を集めること、またその役を担う僧のことを指した。平氏政権を倒した、源の頼朝が再建の主導となり、長元は当時来日していた、僧の中高、陳中へらの協力を得て、大仏を再興した。 文治元年に海岸法要が営まれた。この時、海岸の筆を取ったのは、御白川法王であった。また、大仏殿の落景法要は、研究六年、後鳥羽天皇、源、頼朝、法上正らの隣席の下行われた。大仏と大仏殿の二回目の消失は、永六十年、松永久秀と、 松永と対立関係にあった東大寺に、あえて婦人した三好三人衆軍の戦いの最中に、消失した。この火災の原因について、大仏殿を狙った攻撃である、野衆の際の失火である、三好三人衆軍の陣中にいたキリシタンによる、放火である、との諸説あり定かではない。前回の消失の際とは、時代背景も違い。 復興事業はなかなか進まなかった。大仏殿は仮堂で復興したが、それも、慶長15年に、オーで倒壊した。大仏の頭部は、銅板で仮復旧されたままで、雨ざらしの状態で数十年が経過した。状況元年、後継は、江戸幕府から、大仏再興のための肝心の許可を得て、ようやく再興が始まった。こうして元禄四年完成し、 翌元禄5年に海岸供養された大仏と、宝永6年に落研した大仏殿が現存する。大仏殿は創建当時と比較して、約4分の3の規模になっている。同合金に含まれる鉛とヒの重量パーセント。1から14番は、大仏各部、15から17番は、大仏殿西海老横室土道会大仏の、どの部分が、 天平当初のものであるかについては、資料によって正意がある。奈良六大寺大観東大寺にによれば、右脇から下腹にかけての部分、両手の前白と袖の大半、両足のすべてが、奈良時代のものであるとする。週刊朝日百科日本の国宝の解説は、右脇から腹、脚部にかけての部分が当初。連肉、連弁は、台座広方に、 当初のものが残るとし、大部の大半は、室町時代末期の補修、東部は、江戸時代のもので、鎌倉時代の補修部分は、背中の一部に残るのみだという。これまで、像の羅髪は、平安時代に編纂された、東大寺洋録に基づき966個と言われて、北が、東京大学生産技術研究所准教授の大石、学士の研究グループが行った。 レーザー光解析により、実数は492個であることが判明した。ありがとうございます。